の約束の地でわしとお前が今向き合った力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。皆様の絆、運命の大一番、全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。あんたを傘下に収めるのはどうやら無理そうだ。やれ、皆殺しだ。まあ念を押すまでもなかろうがね。民のため、家康様のため、耐え忍いでみせようぞ。なんか悪い方へと転がってってるような。まだまだ、せめてを緩めず参りましょうぞ。陣の爆発に巻き込まれて体が。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでな。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。伊達氏よ、ここで私に何を見出せる。死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。その答えはお前しか知らねえ。あんた自身で聞くんだ。己を変える光にな。あなた方はまばゆいな。この眼球を腐らせるほど前座にも過ぎぬだろう。しばしお付き合いいただこう。どうだ、見えたか。足りねえってんなら何度だって連れ回してやるさ。そちらも随分と培ってきたのだな、絆の力を。行くんだ、遥かなる天へ、家康様のおそばへ。さて、俺は俺で楽しみとするが。カム、竜王の名は最強じゃねえ。今あんたの瞳には何が映ってる。何も見えてねえってんなら、カム、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。欲がなければ人は生きてはいけない。それが真理よ。独眼竜、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするようにわしもまた絆を抱き続けよう。流れは明らかに我が軍にあり、このまま東照を知恵と引きずり下ろしましょうぞ。色なき風に抗ったの誰が敵よ。家康様がいない三河なんてもう考えられない。炎で焼かれて死ぬさぞ苦しかろう。夢のごとき剣が彼らに剣。分かっているよ、忠勝。もうお前の心から目を背けたりはしない。ゲストは去るとするかね。また会おうぜ、イエス。竜王主催のパーリーでな。堂々と。家康様、我らは徳川家であったことを誇りに思いますぞ。風魔殿に命を狙われて生き延びた者はおらぬと聞く。一つでもあれば立て直せる。陣の守備を固めろ。
奴の疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。懐がだな。というのもこれはこれで具合が良いものだ。そちらの絆もまた強い。ならば長い戦となりそうだな。忠勝に被験しうるとは孫を刀なき手だれだな。剣を拾えたのは実に運が良かった。いや、これは本心だ。お前の胸にの生じやようです。俺一人生き残ったって何にもならねえよな。松永様は前にも増して大声で語られなくなった。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなんだろうな。ありがとう忠勝、最後までわしを思い続けていてくれて。このまま敗れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。主よ、この戦どうやら無事に乗り切れそうですぞ。民を導くのはわしかお前か。共に残そうこの世の非業に敗れぬ希望を。北条殿はすでにこの世のものではないのかもしれない。だがそれが松永に従う理由とはならないはずだ。耐え忍んできた皆だからこそ今この戦も耐え忍げる。おう、気づくのだ。大拙王朝に代わる新たな拠り所を。昔よりたくましくはなる。だがそれで満足はしない。兵の不足こそが風魔の不足を押し進めるのだ。力には誰も抗えない。いや違う、絆は不滅だ。